どうも西下です。今日はですね、ちょっとバッティングの技術のお話をしたいなと思ってまして、今日は肘が開くのがいいのか悪いのかっていう話を、まあ、ちょっとできしながら、まあ、こういう練習した方がいいよっていうのをちょっとアドバイスできればなと思います。まずですね、この肘が打つときに開いてしまうっていうのは、まあ、自分個人的な意見なんですけど、できれば開かない方がいいかなと思います。それなぜかというと、肘が抜けるってことは体が絶対開いてしまうと思うんですね。こうやってそうすると懐が遠くなる。せっかくボールにこう入っていってるのに肘が抜けてしまうと腰が浮いてしまってバットのヘッドが下がってしまうと思うんですよね。なんであんまし自分はこうずっと肘が開くスイングっていうのは良くないかなと思います。でやっぱりこうなってしまうとこっちの手でボールを押すのってすごく難しいと思うんですよね。ボールをこうやって上がってきてこっちでボールを押すのってすごく難しいと思います。できればインコースはしっかり右の脇を閉じて前でこうやって感じで打ちたい。開かずにバットが出てボールを打ちたいんで、まあ、よくファールにしたくないからこっちの肘を抜きますっていう人もいるんですけど、まあ、それはそれでまあいいのかなとは思うんですけど、やっぱりできるだけ全部のボールに対してバットのヘッドをしっかり入れた方が自分はボールも飛ぶと思いますし、まあ、強い打球が打てるんじゃないかなと思います。まあ、特に、まあ、公式でやってる、まあ、中学生高校生とかだとやっぱりこのバットのヘッドの重りを利用してボールを飛ばさないと、やっぱ腕の力だったりってなるとボールに負けてしまうのかなと思うんで、このヘッドの重りをしっかり使ってバットのヘッドの重りを使ってバット出してあげる。インコースでもこうやって抜くんじゃなくてヘッドの重りをボーンと前に出す。まあ、最悪、まあ、自分なんかインコースはファウルでいいなって思ってずっとやってて、インコースは払って逃げる、インコースは払って逃げるっていうのをずっと思ってやってます。そこで指導者とかに右肘が開きすぎやとかって言われる子もいると思うんで、まあ、それをちょっと直すための練習でもないですけど、ちょっとした意識づけっていうのをちょっと教えればなと思います。まずまあバット普通に持ってもらいます。で上の手をちょっと離します。これぐらいですね。これぐらいに持ってもらってそのままスイングします。そしたらこっちの左肘がちゃんと入ってくるんで、入ってきてこっちの肘が上がらないでバットが出るようになる癖がつくんですよね。こうやってなかなか打てないんで、コンコン、わかりますかね。ここから肘が入ってきてバットを出しに行くときに左手を絶対押し込みで使うので、そうするとテコの原理と同じようにバットが出ます。じゃあ肘が閉じるんで、これはどこのコースでも一緒ですね。イメージはインコースで、できるだけ肘が開かないための練習として、まあ自分はまあこう逆スイングだったり、あとは逆で振って開かないようにしたりはよく練習しているので、まあ今なかなか練習できる時間もないと思いますけど、まあ、ちょっとしたところで、まあ、もしできるスペースがあるんであれば、まあ、こうやって逆で振ったり、まあ、今おすすめしているのはこれですかね。こうやって持って振る、しっかりこう肘が閉じる。そうするとバットのヘッドが必ず出てくるんで、でここのヘッドがバットが出てくるところにボールを合わせて打つ練習をしてもらえればなと思います。一度試してみてください。今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。